オパール。オパールは鉱物、酸化鉱物の一種。染症質であるため、厳密には純鉱物であるが、国際鉱物学連合ではオパールを正式な鉱物としている。和名は、タンパク石。西洋語のオパールを指す語は、ギリシア語、または、そのラテン語化に起源を持つ。これらの語は、 サンスクリット語で宝石を意味するということの関係が指摘されている。主な産地はオーストラリアのクーバーペディア等とメキシコなど。化学組成は塩、を N 法で成分中に10%ぐらいまでの水分を含む。モースコード5から6、比重1.9から2.2、平解性なし。非生物であるオパールへと結晶構造の始まりを示す、質。 インビ室であり、肉眼では、非消室のように見える、オパール CT がある。オパール A は二酸化系素の凝集した玉の、積み重なりの間に、水が充満したもので、二酸化系素の玉の大きさによって、プレシャスオパールとコモンオパールに分けられる。オパール CT は、クリストバライトや、ウロコ形跡の非常に細かい結晶の積み重なりであり、またの名を、ルサタイトとも言う。これは、 高圧化で、水分が入量が少ないルサティン、またのなお、オパール C となり、水分が蒸発した後に結晶構造を持つ、クリストバライトや、ウロコ形石となり、最終的に水晶や玉髄に変化する。ブドウ状、または、昇乳状の集合体や、小球状のものとして算出される。透明なものから、半透明、不透明なものまである。ガラス光沢。 樹脂光沢を持つものは宝石として扱われ、無色のものから乳白色、褐色、黄色、緑色、青色と様々な色のものが存在する。稀に有色効果を持つものも存在する。主にひなーは、または堆積岩の隙間に、計算分を含んだ熱水が充填することで、岩水計算鉱物としてできる。その他にも、埋没した貝の貝殻や樹木などが、 計算分と交代することで生成されたり、温泉の沈殿物として生成されるなど、各種の産状がある。特に、樹木の化石を交代したものは、計鍵と呼ばれる。オーストラリアでは、恐竜や哺乳類の葉などの化石が、アパタイトから、計算分に入れ替わり、オパール化して発掘されたこともある。なお、微化石の一種にプラントオパールと呼ばれるものがあるが、これは、 植物が生きているうちに組織内に形成した希少質の計算分であり、風化しにくいため、年代当時の寄層中にある植物を同定することにも用いられる。有食効果を持つオパールをプレシャスオパールといい、有食効果がないかあっても不十分なオパールをコモンオパール、コモンオパール、または普通タンパク石という、両者の違いは内部構造である。 プレシャスオパールは、有色があり、キラキラと輝く。これを、オパールの、非、ファイヤーという。そのため、宝石としての価値が高い。プレシャスオパールは、直径150ナノメートルから300ナノメートルくらいの二酸化系層の分子が、六歩細密充填構造、または、立方細密充填構造を形成しており、それゆえ、純鉱物、ミンダロイドとして扱われる。 分子の大きさがどれだけ揃っているかと分子の充填度が宝石としてのオパールの品質を決定する。分子の大きさがバラバラであまり充填されていないものは有色を見せず古門オパールに分類される。プレシャスオパールはー色によってブラックオパール、黒タンパク石、ファイアーオパール、カタンパク石と区別される。ファイアーオパールのファイアーとはブチを意味し、またはともいい。 有色効果を意味する。コモンオパールは、有色がなく、石の地色しか見えない。そのため、宝石としての価値が低い。ミルキーオパールは、乳白色から緑がか,かった青色で、色が綺麗なものは、宝石として扱われる。他に珍重される、コモンオパールは、玉子づくいし、ハイアリット、乳形石、マニリット、間欠石、ギザーイト、キタンパク石、 ウッドオパールなどがある。色の美しいものは宝石として扱われ、10月の誕生石とされている。特に日本で好まれている宝石で、乳白色の地に虹色の輝き、夕食効果を持つものは、中でも人気が高く、虹色石とも呼ばれる。カボションカットでカットされ、ブローチや各種の装飾品に加工されている。オパールは、 宝石の中で唯一水分を含むため、宝石店などでは保湿のため、水を入れた瓶やグラスを置くところもある。水分がなくなると濁って、ひびが入ることがあるためである。オパールの原石は、カットされる前に十分天日で乾燥させなければ、ならない。乾燥に耐えられたオパールだけをカットし指輪などの、宝飾品に加工される。このようなオパールは普通に取り扱っている限りは特に、問題がない。 オクタビアヌスは、ローマ帝国の三分の一を売って入手しようとしたと、される。大プリニュースは、博物誌、第37巻で、オパールについて言及している。宮沢賢治は、彼の作品、海の日、奈良の機大学史の野塾でオパールを取り上げて、その輝きについて描写している。石言葉は、希望、無邪気、潔白、水分が蒸発したものを、 トールタンパク石という、水につけると乳白色から透明に色が変わるので、カメレオンオパールなどと称して販売されているが、水中の塩素などと反応してしまう可能性があるで、宝石を水につけない方が良い。ウォーターオパールとして市場に出回っているメキシコ産オパールがある。これは地色が無色透明に近いと確認されたメキシコオパールである。 ウォーターオパールは地色が無色であるため、ブチの弱いものは、宝飾品に加工すると石そのものの存在感が薄くなる場合が多い。裸石、ルースの状態では、そのようなことは気にならないため、裸石、ルース、収集家向きのオパールと言える。極上のウォーターオパールは、文字通り水滴のように、透明感のあるオパール一種である。白い紙の上に置くと、 オパール石自体が極めて透明であったかも水滴を垂らしたように見えるがこれを抜けの良いオパール、または白めきと呼んでいる。ウォーターオパールの高品質とされる石はやはりファイヤー、すなわちブチの豊かな有色効果の優れたものが、沈重され特に赤、大黄、青、緑のピンファイヤー、またはジュビアーが出る石は極めて高価である。日本国内ではファイヤーオパールよりも 人気のあるオパール一種である。ファイヤーオパールのファイヤーとは、有色、いわゆるブチを意味する言葉で、チラチラと揺れる炎とも呼ぶ。したがって、無裕色オパールはたとえ地色が赤台台形の色であれ、ファイヤーオパールとは定義できない。しかしながら、市場では赤台台形の無裕色オパールが、ファイヤーオパールと称され販売されている。この背景について解説する。 80年代に、この無由色の赤台台形のオパールが、ファセットカットされて、ドイツの市場に出現した。その時のドイツ故商品名はすなわちファイヤーオパールで、ある。この無由色の赤台台形のオパールは、現地メキシコでは、イコール、単に赤ガラスと呼んでいる。ドイツ人バイヤーも、現地では、赤ガラスと呼び、ファイヤーオパールとは呼ばない。 赤ガラスはほとんどすべてのオパール鉱山で産出し、以前は大変安価なオパールであったが、ヨーロッパ市場での需要拡大により最近ではインドのバイヤーも参入している。日本市場でも赤い無友色オパールが、ファイヤーオパールとして販売されているがこのネーミングには、宝石業界の恣意性がかなり反映されているとみて、良い。現地メキシコでは、本来の有色のある、ファイヤーオパールを、 すなわち炎のオパールと呼んでいる。オパール自体の客観的な属性を的確に反映したネーミングと言える。メキシコでは1200年頃、アステ家族により宗教儀式における装飾に使用されて、ハミングバードの宝石と呼ばれていた。この小鳥の羽毛がオパールの虹色の夕食を連想させるからである。メキシコオパールの鉱山の周辺では、ハミングバードの飛翔が、 よく観察される。特に地色が赤、大々、またはオレンジ色のメキシコオパールで、夕食効果の優れたものを、ファイヤーオパールと呼んでいる。16世紀に、アステ家族の神殿で発見されたオパールの一つは、アステカ太陽神の名で、世界的にも知られるところとなり1881年に、シカゴの自然博物館に売却され保存されている。 メキシコのハリスコ州は主要なオパールの産出地の一つである。鉱脈は、ケレタロ州のタケスキー・ヤパン、コロン、ハリスコ州のマクダレーナ、エル・コブのホースト・ティピキオ、テキーラ、アントニオ・エスコベド、サンクリストバルデ・ール・エバー・アンカにあり60年代の初期にオパールの採掘が始められた。ハリスコ州で行われた調査によると、エル・エカマダ、サン・アンドレイス、サン、サイモン、 エルコブのマクダレーナの5地区が形成する 3000km の長方形の地域にオパールの鉱脈がある。マクダレーナ地区が他の地域に比較して著名なのは算出されるオパールの色の階調が変化に富んでいるということである。赤、青、オレンジ、緑の色調がすべて揃っているのである。ここで最も希少な石はオーパロ、ネグロ、ブラックであるが、 オーストラリアのブラックオパールと決定的に違うのは、オーパロネグロ、現地でやサバチとコショウは、全く透明であるということである。オパールは純粋性、透明性、色調、有色、形状という多様な品質に分けられる。より優れた、有色と透明性と色調を持つオパールが、高品質であることは言うを待たない。98種にランク付けられるとまで言われているほど多様である。 オパールは光の入射角により色調と色の階調の幅が大きく変わる宝石の一つである。オパールの重要な性質の一つは熱による乾燥、またはカットをされる時の激しい振動により引き起こされる内部のミクロな断層、またはクレイクイールイシアンである。水分を与えると元に戻るが1日から8日の間に再び同じ変質をこむるのである。 オパールはあたかも指紋のような石である。世界に同じ石は存在しないからである。20世紀にオーストラリアで発見された原石、歯重さ 3.15kg、価格は190万ドルと、世界最大級かつ最大価格と推測されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。